じゃあこの辺で打ちましょうかね。これは点滴、乳酸リンゲルっていう点滴と総合ビタミン剤がちょっと心臓肝臓を元気にする薬ね。それからこれは抗生物質を打ちます。それから胃腸の機能を高めるガスを減らす薬ね。から痛み止め、消炎鎮痛剤、これはまあ痛み止めではあるんだけど、ごめんね、目覚めて、はい、目覚めれるかな、カニエルコシスタッフの口じゃない、怖いばっかだからさ、この子にしてみればね。いけそう。口に入った？うん、カニエルは入りました。ちょっとこじれて。ちょっとこれは無理だ。もぐもぐしてない。これはちょっと無理だね。いや、食欲落ちてる子はね、結構この味好きなんですよ。だから、揚げたりもするんだけど。はい、じゃあいいよ。そうか、薬用意しても飲めないかな。薬がちょっとやめよう。これね、あの今日の間だったら使えますから、はい、すいません。ワンちゃん、猫ちゃんが食欲ナイフを使う流用者です。で、あと、もう薬は出しませんわ。まず一回観察してみてください。さっき の表でね。それで、実際にどんだけ食べてるか。それから、あの注射器でもあげてもいいし、こうやってお皿にちょっと移して、はい、これもあげてみてください。はい、で、食べれば、薬を出して飲ませるというのはとてもいいことなんだけど、まあ、そこ一回確認してもらってから出しますわ。だから薬は今日は出さないですから、観察表だけね、はい、で、あの良くないのは胃腸の機能が落ちてることと、それからどんどん胸椎後ろの方から腰椎、仙骨の上まで変形性骨関節症があって、それが原因でか分かりませんけど、後ろ足、多分後ろ足が多分両方ともおかしい可能性があります。ちょっと私は歩いてるとか見てないから分かんないんだけど、可能性だけね、写真で言うと。だけどああいう所見があっても全く普通に歩く子もいるんですよ。だからちょっと観察して、もし歩いてるところの動画が撮れたら撮ってもらって見せてもらえるといいですね。